にちは、ことすです。今日はリクエストいただいたベストですね、こちらを皆様とね一緒に編んでいこうと思います。本日、編んでいく毛糸はこちら、ゆざばやさん限定商品のアルパカミックスロール、こちらですね。色番が32191、アクリル50のアルパカが25、ウール25で、100g が310m、かぎ針編みで4から5号推奨号数です。標準ゲージが22目30段のものです。こちらですね。はい。こちらね、多分ね、3玉でちょっと余るぐらいでできると思います。私のね、サイズですと、そのぐらいでできると思います。はい。で、試作の方の虹色っぽいベストですけれども、こちらは、ちょっと糸玉の方がないんですけど、こちらね、32182番の色番がね、パステルレインボーとかという色ですね。はい。こちら同じですね。先ほどの紹介しました毛糸と同じ毛糸で、こちらも湯沢屋さん限定のものになります。こちらが2玉と、あとね、足りなかったんですよ。本当はね、こちら3玉でね、同じ糸で編みたかったんですけど、ちょっとね、2玉買って先に、もう1玉買い足そうとしたら、もうね、売り切れててなかったんですね。だから仕方がないんで、こちら、後ろ身頃の方は32185。パープルミントというお色で、ちょっとごまかしました。まあ同じようなね、色が入ってたんで、そんなにおかしくはなかったけど、まあ全部同じ糸で編みたかったっていうのが本音ですね。はい。こちらもね、同じ糸です。ゆざわやさん限定のものです。はい。着るものを編むので、工程をね、少し先にね、説明させていただきます。ざっくりですけどね、まずですね、こういう形のものを編みます。これから私たちはね、で作り目がここから始まります。ここからここが作り目です。256目、鎖編みでね作っていきます。でこれなんですけどですね、長さの方ですけど、ここからここまでの長さが130センチになるように編んでいきます。最終的にこれをね、こう組み立てるとこのようになるわけですね。でここの長さがここの長さになります。こっからぐるーっとね、こんな感じですね、こんな感じで、ここね、ここの部分がこういう感じで、前身頃っていうんですか、前身頃になるわけですね。なので作り目を作るときに、自分でここの長さ、長くしたい方は長めにね、この私が今から作る130センチ、ここが要するに130センチなわけですね。ここの作り目で肩からこうかけてみて、作り目してね、それでの最小正をしていくといいと思います。編み方ね、簡単にサイズ調整できるようになってますので、好きなね、長さにしてもらって大丈夫です。作り目も、256目、すごい長いんですけど、これ後で説明しますけど、そんな厳密に、数えながらやらなくていいです。こういうの大変なんでね、256数えるの。なので、まあ、後で、説明させていただきますけど、はい、このね、このひらひら出てるのは後ろですね。この後ろ、ここですね。ちょっとね、これひらひらの部分、後ろの部分をこう長くして、お尻をねちょっと隠すよね、ようにしたわけです。ね、そうですね。お尻をね隠したいね。この年になってくるとだんだんお尻を隠したくなってくるんですけど、なのでこれは長くしてありますので、これは後ろですね。後ろのものが前に出てきてるっていう、前から見ると後ろのものが出ているっていう、そういう図になります。で、ここはゴム編み部分ですね。ここね、最後ここゴム編みするんですけど、
で、とりあえずね、まず今ここ作り目を作って、こっち側にこう編んでいきます。ちょっといいですかね。で、このままこっち側に編んでいって、で、一回ここで切ります。なのでこういう感じで、まあ、ここで一回ね、あの長方形の、まあそのまんまマフラーとかにもできるぐらいですね、にものを作ります。そして一回切りますね。で、この辺からね、まあ後でここサイズ測りますけど、ここからまた糸をつけて、またここを編むわけですね。そして編み終わったらここですね、ここの、まああの長編みで編むね、2目ゴム編み、1目ゴム編みですね、リブ編みをここ編んで、両方ね、こっちとこっちに編んで、ここですね、ここの部分を編んでから、今度次はここですね、ここの部分をボタンホールをつけながらここを編んでいきます。そんな感じの流れになります。はい。で、今回のベストは作り目が256目、で、模様編みの1模様16目になりますので、16目で、サイズ調整の方をしていきます。16目の倍数でサイズ調整の方をお願いします。はい、というわけです。ではね、まず作り目の256目から編んでいきます。あの糸ですけれどもね、あのアルパカミックスロール売ってないかもしれないですね。あの、あるいはね、違う糸で編みたい場合は、今回のベストは、あの、どんな糸でも長ささえ合ってしまえば、決めてもらえれば、どんなあの糸でも大丈夫です。例えば、これね、この湯沢屋さん限定商品のシャイニーグラデーションなんですけど、これね、あの、50号で編んだんですけど、この糸をね。で、こう比べてみると、全然ね、ほら、全然違うんですけど、編み地の大きさが。全然違うんですけど、これ同じように130センチまで横を伸ばして、でね、縦をね 25.5 かなをこう横長辺が130の短辺が 25.5 センチにしていただければ、あの目数とか関係なくその大きさにしていただければいいので、どんな糸でも大丈夫です。本当はこっちで編もうと思ったんですけど、分かりやすいようにね、どんなあの 糸のね、太さでもね、簡単に編めますってことをね、お知らせしたくてこちら編みたかったんですけど、どうしてもね、こっちで編みたくなっちゃって、うん。なので、ちょっとこっちで編ませていただきましたけど、こういうね、全然違う太さの糸でも大丈夫です。このサイズを合わせさえしてくれれば全然大丈夫です。のでね、あの好きな糸で編んでみてください。で、今回こちら水晶コースがかぎ針で4から5号とのことだったんですけど、ウェアを編むので、私ね、ウェアはねちょっとね、あの重いの嫌いなので、なるべくね、あのローゲージっていうか、なんて言ったらいいのかな、ちょっとあのふわっとした感じのものを編みたいんですよね。ちょっと スカスカした編み地っていうかで、編んでいきたいので、こちらね、今回は7号で、2号ぐらい上げて、針を上げてね、ちょっと、あの、糸に対して大きめの針で編んでいきます。はい、ではね、先ほどお伝えしましたが、200何目だっけ ?256 目。私の場合は130センチになるまで編んでいますね。130センチに編み地はなるんですけど、鎖編み256目が何センチかはちょっとわからないんで、編み終わってから長さの方ね、お知らせいたします。はい、では鎖編みで256目いってきます。はい、256目編んできましたけど、ちょっと256目あるかどうかはね、定かじゃないです。こういう長いね、作り目の時、厳密にね、数えなくて大丈夫です。
大体このぐらいかなみたいな感じでしてくださるとね、いいと思います。それをね、後で説明しますけど、このね、最後のところ残しちゃって編んでもいいんでね、その後これ外して、で、あの解いてね、解いてここまであの縮めればいいんで、長い分には全然ね問題ないです。だからそんな厳密にならなくても大丈夫です。で、これ大体256目ですね。こちらが大体私の場合158センチになりました。これね、130センチになるんですけど、多分ですけど30センチぐらい縮まると思うんですね、この編み地、多分ですよ。あの前、その試作ではそのようになってますね。はい、ちょっとね編んでみないと分かんないんですけど、はい、じゃあね編んでみます。ではね、ここから作り目が終わったので、ここから模様編みに入ります。これジグザグになるような、ね、なんていうの、こういう感じのシェブロン編み、シェブロン編みとかっていう編み方があるんですけど、それのちょっとねアレンジされた模様編みになります。あのすごくね簡単なのでね、ちょっとあの複雑そうに見えますけど、すっごい簡単なので、あの大丈夫です。あとね、長編みでねザクザク編んでいくので、思ったより早く編めます。まあ間にね、あの細編みも挟みますけど、基本ね長編みでサクサクっと編んでいくので簡単です。ではね、編んでいきます。それではね、4目立ち上がります。1、2、3、4目立ち上がったら1、2、3、4、5、6目目に針を入れます。ここからね、ここから1、2、3、4、5、6目目ですね、ここに針を入れます。ちょっと印つけますかね、ここね、6目目のところに今マーカーを入れました。でもね、針に糸をかけまして、ここですね、6目目に、まあ、あのどうしようかな、向こう半目取りますね。まあ、裏目取ってもいいです、取ってもいいですけど、どっちみちこっちにも編み入れちゃうので、半目でいいと思います。ここ、鎖編みの向こう側半目を取ったら、ここに長編みを編みます。編みましたね。そしたら針に糸をかけて1つ飛ばします。ここの鎖編みを1つ飛ばして隣の目に針を入れて、ここに長編みを編みます。ここね、針に糸をかけてまた1つ飛ばして、飛ばした先の目に長編みを編み入れます。はい、これでね、ここまでで1、2、3、4目ですね。ここでこの最初の立ち上がり4目の鎖編みも入れて1、2、3、4目になりました。そしたらね、次は針に糸をかけてすぐ隣の目に、このね、すぐ隣の目に長編みを編みます。はい、これで5目ですね。最初の立ち上がりの4目も入れて5目編みましたね。目が編まれました。そしたらですね、次針に糸をかけて次の目ですね、すぐ次の目に針を入れて、ここに7目長編みを編み入れます。1、2、3、4、5、はい、最後7目ですね。7目、1つの目に7目編み入れられました。こんな風になってますね。はい、そしたら次の目ね、針に糸をかけて次の目です。すぐ次の目、ちょっと見えにくいんですけどね、作り目のところが一番大変なんですけど、その後からサク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 ってね編んでいけるので、ここはねちょっとこらえてね、ちょっと頑張っていきましょう。すごい大変ですね。はい、ここに入れますね。上半目ね、取って、
長編み、針に糸をかけて次の隣ですね、すぐ隣の目に長編み。はい、そしたらここから間一つ目をね、一つずつ開けながら5目長編みを編んでいきます。まず一つ目ですね、ここを開けて次の目ですね、ここの鎖目を飛ばして次の目に長編み1個目。はい、次の目を飛ばした先に長編み、はい、次の目を飛ばした先に長編み、これで3個目ですね。はい、次の目を飛ばした先に長編み4個目。はい、そして次の目を飛ばした先にこれで5個目ですね。全部でここね、この7目編み入れた次は2目飛ばさないで続けて2目編みました。そして1個鎖編みを飛ばした先に1、ここも飛ばして2、飛ばして3、飛ばして4、飛ばして5、5目長編みが編まれました。そしたら針に糸をかけて次の目も飛ばします。ここね、こう飛ばした先、ここね、ここに長編み、そしてまたすぐ続けて長編みです。はい、こんな感じになりました。そしてこのね、続けましたよね、2個続けたら次はこの斜めをね、長編み斜めを一つの目にね編み入れていきます。1、2、3、4、5。はい、次で斜めですね、斜め。はい、これでこのようになりました。でこの斜めね、一つの目に編み入れるこの塊を編んだらすぐに次の目に長編み、続けて長編み。だからこの塊が編まれたら連続して2つ長編みを編みます。そして2つ編んだら次の目から1個飛ばしながら5目長編みを編んでいきます。1個飛ばして長編み、1個飛ばして長編み、1個飛ばして長編み。1個飛ばして長編み、これで5目ですね。はい、5目、このようになりましたね。2つ連続で編んだら1個飛ばしの長編みを5個編んで、針に糸をかけてまた1個飛ばして長編みを編んで、その次はまた連続して長編みです。そうですね、この塊が終わったら連続で長編みを1、2編む。そして1個飛ばして長編み、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 1個飛ばして長編み。でこれでね、1、2、3、4、5目飛ばしながら編んだら1個飛ばしてこの2つ連続の長編みを編みます。これを続けますね。そして次は斜めを長編みを7つ同じ鎖目の中1つのね鎖目の中に7目編み入れていきます。はいですね。はい、そしてこうですね、でこの塊を編んだらすぐこう1、2と連続で長編み、そして2つ連続で長編みを編んだらこうね、1個飛ばしの長編みを5目編みます。1個ずつ飛ばして、1個飛ばして、1個飛ばして、
ここまでで4ね。あと1個。1個飛ばして。はい、これで5目ですね。5目。5目ね。そして、5目編めたら、1個飛ばして、長編みを2つ連続で編みます。連続ね。飛ばさないのを編んで。そして、連続で編んだ長編みの次は、7目。一つの目に斜め長編みを、斜め長編みを編み入れます。ここね。ここに、1、2、3、4、5、6、7。はい。編んだら、すぐに2目、隣の、に長編みを1個、すぐ隣に長編みを1個、はい、1つ飛ばして長編みを5目、間に1つ鎖をね挟んでというか飛ばして5目編んでいきます。で、これで5目になりましたね。そしたら1個飛ばして2つ連続で長編みを編みます。そして2つ連続で編んだら7目同じ目に長編みですね。はい、これを繰り返しますね。繰り返して端までいきます。今この塊あるでしょ。これがね16個できたところです。この塊がね16個できて、そしてこの16個目のこの塊が編まれて、で1つね隣の長編みを編んだところですね。で連続で長編みをね今2目目ですね。はい。でそしたら針に糸をかけて一つね、飛ばして一個長編みですね。そしてもう一回、針に糸をかけて、一つ飛ばして長編みを一回。そして、この長編みがね、この、鎖編み、下の鎖編みを一つ飛ばしの長編みを三つ編んだところで、一段目終了です。こうですね、こうなりました。1、2、3、飛ばされた、1つ飛ばしの長編みで、この1つ飛ばして、1、2、2個ね、長編みを編みましたね。そして、その隣はこの塊。だから、最後は、この長編みが、長編みの塊7つね、編み入れたところの次から、長編みが1、2、3、4、5個編んだところで、ここで、1段目が終わることになります。はい。そしたらね、これね、このぐらい余ってますけど、これね、こんなに余ってますけど、これ後でここ外して、ここね、ほどいていって、ここで止めればいいので、もうこれはこのままでいいです。大丈夫です。ね。こうするとね、いちいち、厳密に数えなくてもね、大丈夫なのでね、長さの方を優先できるので、いいんじゃないかなって思います。別にこれね、16模様編んでますけど、皆さんはね、好きな長さで編んでいただいて構わないですよ。17模様でも、18模様でも。最後こうやって、長編み5目でね、編み終われば、それで大丈夫です。その長さで大丈夫です。はい。で、こうやってね、ちょっと模様編みを入れたんですけど、この1段模様編みを編んで、どのぐらいの長さになったかちょっと測ってきますね。だいぶ縮んでましたね。140ぐらいかな。130。まあ大体130センチぐらいっていうところですかね。ちょびっとのこう、ちょっと伸ばしたりとかして、やれば130センチって感じですね。はい、2段目に移ります。で、2段目はですね、このね、
長編みの模様編みの部分が終わったら次はね一つ立ち上がります。次は全部細編みです。一つ立ち上がったらくるっと後ろにひっくり返して、このね長編みの頭一つに対して一個ずつ細編みを編んでいきます。一個ずつ、ちょっとねここがちょっと気が遠くなる作業かもしれないですけど、一個ずつね、まあ、頑張ってね編んでいきましょう。長編みの頭一つに対して一個ずつ細編みを編んでいきます、ね、これ端っこまでね編んでいきますね。はいはい、ね今端っこまでちょっと手前まで編んできました。結構ね長い細編みの旅でしたね。でここね、ここが最後の長編みの部分ですね。長編みの頭、そして最後はねこの鎖編みをね最初に立ち上げたい。ここね4目1234ってね1234目ってね立ち上げたと思うんですけど、ここの一番最後のこの鎖編みですね、鎖編みのこの裏目とこのなんだ こっち側の向こう側はめっていうのかこれをこうね見える、こことここをこうここねこうしてここに細編みを入れます。はいこうね、はいこれでね2段目細編みの部分終わりました。そしたらね1234あ4じゃない3 3個ね立ち上がります。そしてくるっと後ろにこう、ひっくり返して針に糸をかけます、ね、でこことこことこことここを飛ばしてここ 1,2,3 3つ目の細編みの頭に針を入れてここに長編みを編みますね。そして針に糸をかけて1個飛ばします。1個飛ばしてここに針を入れて2つ目の長編みですね、はい、針に糸をかけて1個飛ばしてこれで3つ目の長編み、鎖編みも入れるとここには 1,2,3,4 つ目がね編まれています。で4つ編んだら針に糸をかけて5つ目はこの隣ですね、すぐ隣に長編み、こういうことですね。鎖編みも入れて 1,2,3,4,5 5つ目が編み入れられました。鎖編みを編んだその目と次の目を飛ばして1個、長編み1つ飛ばして長編み1つ飛ばして長編み、そして次の長編みはすぐ隣のね目に飛ばさないで入れました。こんな感じです。はい、針に糸をかけて次の目ですね、この今編まれているのの次の目に針を入れます。そしてここにまた長編みを7目編み入れていきます。はい、これで7目ね編み入れられました。はい、そしたら針に糸をかけてすぐ隣の目に長編み、そしてまたすぐ連続で長編みを編みます。そしたら1つ飛ばして5目、1つ間に間の細編みの頭を飛ばして全部で5目長編みを編んでいきます。これで最後の5目ですね。はい、そしたら1つ飛ばして長編みを編んですぐ隣に長編みです。はい、これね1段目でやったのと同じです。入れる目が鎖編みから
細編みに変わっただけなのでね、1段目と同じように編んでいってください。そしたらすぐ2目編んだら隣の目は7目長編みを編みます。はい、そして連続で長編みと、そして1個飛ばしで長編みを5目編みます。はい、そして1個飛ばして長編みを編んだらすぐ隣に長編みを編みます。そしてすぐ隣に7目長編みを編み入れます。またこれを繰り返して端までね編んでいきます。はい、繰り返します。はい、で最後ね一つ飛ばしてここね二目終わって、そして一個飛ばして長編み、一個飛ばして長編みで一個飛ばして最後ここですね、これね、ここが最後の細編みの頭なんでね、ここね、ここ細編みの頭ね、最後のこっちね、こっちから見るとここね、はい、最後ね、ここを1個飛ばしてここに細編みです。あ、細編みじゃなくて細編みの頭に長編みです。はい、これでね、何段目 ?1、2、3段目終わりました。で、3段目長編み。で、次4段目ですね。偶数段はね、全部、細編みですね。細編みを編んでいきます。はい。このように、繰り返しながら、長編みの段と、細編みの段をね、繰り返しながら編んでいきます。で、ちょっとね、たまに前の段ね、間違えちゃって、まあ、あれ間違えちゃったってね、一個ずれてるとかね、そういう時はね、まあこのね、ちょうどこのここにね斜め入ってるんですけど、1,2,3,4 目目の上にこの斜めをね編み入れるんですね。ここをここをこれをきっちりねできていれば、あとはねちょっと間違えたら1個ずらしたりとか1個増やしたりとかしながら編んでいってもいいんじゃないかなって思いますね。でもしょっちゅうだとね変わってきちゃいますけど、何回ね数回程度だったらね変わらないので、うん、そうやってね編んでいってください。でね、これそうですね、これはここから今ねこっち側に向けて30段編んでいきます。30段です。25.5 センチになるまで編んでいきますね、ここ。で、この、30段になって、で、ここでね、一回糸を切ります。そこまでね、編んでいきますね。ここから、ここまで、30段。25.5 センチまでですね。そしてここですね、ここの部分を、ここがね段数を重ねて伸ばしていく部分ですね。ここからこういう風に編んでいってるんだってね。でここまで編んだら一度ここまでね編んだら一度ここで糸を切ります。はい、じゃあ30段ね編んでいきますね。はい、ですね、
今一玉編み終わりました。で、一玉編み終わってどのぐらいのね、感じかちょっとお伝えします。このね、長さがちょっとね、このね、編み地がこのようにこうドレープがかかるというか、こうね、アコーディオンみたいになる感じの、あの編み地なんですけどね、ちょっと伸ばした感じ、こうこのね、この波々をこうやってちょっと平らにした感じで測るとだいたい130から140センチぐらいですね。伸ばし具合によってちょっと変わりますけど、まあそのぐらいに、ね、このこっちのね、このた、横の長さですねはなりました。で、縦がね、このとんがった先のこの上からこの下のこのところまでで18センチですね。一玉で横幅130センチの縦が18センチですね。18センチになりました。はい。それでですね、じゃあ次ね、に移ります。結構簡単なね、編み地だと思います。サクサク編めてると思うんですけど、どないサクサクどないって感じなんですけどね。このね、色ね、結構ね、この派手かなと思ったんですよ、編む前ね、編む前派手かなと思ったんですけど、意外とまあ派手ちょっとね、ちょっとやっぱり派手っていうか、ちょっとなんか賑やかしいお色ではありますけど、意外とね、いいですね、着ると。うん、色味がね、こう整ってるんでね、うるさくないですね、あんまりね。で、ちょっとね、つな糸をね、変えます。今ここまで次は一つ飛ばしのとこですね。で、こうやって糸を変えます。はい、こんな感じですね。そしてまた同じように、これね、裏でね、巻き込まない方がいいかもしれないですね。一つ飛ばしなんでね、後できっちり針でね、通していった方が綺麗にいくと思うので、ここではね、巻き込まないでいきます。そしてね、またね、同じように編んでいきます。先ほどもね、言いましたけど、ここのちょうどね、この斜め入れるところを間違ってないかどうかね、確認するところですね。ここがね、ずれてるとすぐわかるしね、ずれてるとね、模様が変わってきちゃいますので、ここに合わせてここを見て、あれ前段狂ってないかなとかね、調整しながら編んでみてください。ここがずれてるとすぐわかるね。こうやるとほら、まっすぐラインがね、こう上に、このすぐ上、このね、4つ目ですね。1、2、3、4つ目のちょうど上に、この斜めを一度に編み入れるところになるとね、覚えておいてくれれば、こう見たときにね、あれちょっとずれてるとかすぐわかりやすいのでね、そちら辺を、注目しながら編んでみてください。結構ね、これね、間違えちゃうんでね、ちょっとずれてきたりとかね、して、あれあれみたいになった時に、ここを見てもらうと、ここね、例えばこっちからもずれてる時とかもあるのでね、そしたらこう戻って、やっていけばね、いいと思います。ここの幅が、ここね、今編んでいるこの段数、ここですね、ここの幅が 25.5 センチになるまで、もうちょっとね、編んでいきます。はい、それではね、今ね、30段目編んでおります。細編みでね、
ちょうど30段になります。そしたら30段編み終わりました。はい、そしたらここでね糸切ります。30段目で糸は切ってしまいます。そうですね、はい。で30段これで編めました。そしてここからですね、ちょっとね後ろ身ごろの方を編んでいこうと思います。はい、それではね今ここの部分を編み終わりました。それでね今糸を切ったところですね。それではね今度はここ後ろ身ごろのね下の方の部分をね編んでいきたいですけれども、糸をつける場所ですが、だいたい私のサイズですとこのだいたい47センチで、ここの部分はここになるわけですね。ここはここです。でこちらが39センチこうですね。ここの部分が39センチで、ここの幅ですね、こちらが47センチになるように、分割して糸をつけていきます。はい、でね私の場合はこちらね6模様ですね。6模様ここからここまで6模様で、ここがね、だいたい47センチになります。だいたいですよ、これね、こうアコーディオンみたいになる編み地なのでね、伸ばしたりとかそのままにしたりするだけでちょっとね変わってくるんですね。だからほんのちょっと伸ばした状態で47センチって感じですね。で、こちらはね、私の場合は5模様です。まあ、5模様って言っても、正式に5模様かどうかはちょっとあれなんですけど、今ちょっと数え方をしていきますね。こちら39センチ、こちらも同じですね。5模様。で、39センチです。はい。で、これはね、こっち側に向かって編んでいくわけですね。とね、大体数え方として、1、2、3、4、これ5ね。5模様のちょうどここにね、一つ飛ばしで長編みが、編まれていますけれども、それのちょうどね、これ1、2、3、4、5、一つ飛ばしのね長編みは5目あると思うんですけど、ちょうど半分ね、ここ1、2、3、こっちから数えても1、2、3、ここね、ここがちょうど真ん中なので、ここに印をつけます。ここね、ここに印をつけます。で、反対側もこのね、ちょうどこのなんだ、斜め編み入れたところを、まあ、一模様として数えますね。今便宜的にちょっとね分かりやすいんで、厳密にはね違うんですけど、まあこれを一模様として考えます。1、2、3、4、5、5ね、5、OK、1、2、3、4、5で、ここからここのちょうど一つ飛ばしの長編みの真ん中ですね、ここの真ん中にマーカーを入れます。はい、というわけでこちらのマーカーからこちらのマーカーまでを編んでいくんですけれども、そこがそれぞれのね間の模様が 1、2、3、4、5、6、 6模様あるということになります。ので、次は長編みなので表から見ますね。こちら表になりますので、ここからね表編みながら長編みでね、また模様編みを編んでいきます。ではね、ここから糸をつけて編んでいきます。ここからね、このように糸をつけて、はい、まずは3つ立ち上がります。立ち上がったら針に糸をかけて隣の目ですね、隣の目を一つ飛ばして、こっから今ね、こっから編んでるんですけど、一つ飛ばしてここですね、ここ
ここに長編みで、もう一回一つ飛ばして、ここね、飛ばして長編み、はい。そしたら次はもう一回一つ飛ばして長編みを編みます。で、ここね、今この鎖編みも入れて 1,2,3,4 4目、そしてすぐ隣、次はすぐ隣に長編みで、これで5目になりました。 1,2,3,4 5目ね。そしたらちょうどこのね、1,2,3,4 目の真上のこの細編みの頭にね、が開くので、開くっていうか次がその頭になるので、ここに斜め、こう、長編みを編み入れます。始まりのところですね。ここから始まって、ここから後ろ身頃の下の方を編んでいくんですね。なのでここから始まりますね。あと 1,2,3 と、ここから鎖編みを編んでから1個飛ばして 1,2,3 個編んだら、すぐ隣に長編みを入れて、その隣にこの斜め同じ目に長編みを編み入れるね。今まで編んできたように、あとは編んでいきます。長編みの斜め編み入れたら、すぐ隣に長編み、そしてまたすぐ隣に長編みでしたね。そして一つ飛ばして5目、1、一つ飛ばして2、一つ飛ばして3、一つ飛ばして4、一つ飛ばして5、はい。で、一つ飛ばして1、そしてすぐ隣に2、はい。これのね、繰り返しでまた編んでいきます。そして2つね、隣同士で長編みを編み入れたら、次の隣には斜めをね、ドドンと編み入れます。そしてすぐ隣に長編みを2回連続、そしてまた1つ飛ばし2個目、はい。これを繰り返します。隣ね、次のね、このここね、この次のマーカーまでこれを編んでいきます。はい。で、今ね、もうちょっとで次のマーカーまで到達します。今これね、1目に斜め長編みを編む、編むところです。で、斜め編んだらすぐ隣に長編み、またすぐその隣に長編みを編んで、で、ここから一つずつ飛ばします。一目飛ばしてここに長編み、一目飛ばして長編みで、最後一目飛ばしてこのマーカーの入ってるところに長編みを編みます。はい。そしたらね、この端っこがこの 1,2,3,4,5 目、5目ね、長編みが編まれたことになりますね。で、ここはあの斜めね、塊の斜めが入ってるところね。そして一つ立ち上がって、また裏返して、で、今度は細編みのターンですね。細編みをずっと端まで編んでいきます。これね、後ろ身頃の下2段目ですね。2段目は細編み、
つまみでね、ずっと上限なく長編みの頭一つに対し一個ずつ編んで端っこまで編んでいきます。もうちょっとで端まで到達しますね。なんか細編み細編みで最後の長編みですね。最後の長編みの頭に細編みですね。はい、そしてこれが立ち上がりの鎖目3目ですね。3目のこれね、後ろから見てるんですね。1,2,3 目ね。1,2,3 目ある3目目に針を入れて、こうね、ここに細編み。はい、これで後ろ身ごろがね、2段目編み終わりました。で3つ立ち上がってまた裏返します。でまたここから1つね、まずここね、ここからこの最後のね細編みの上に今3つな鎖を編んだので、ここはね、まあ飛ばしますね。で次の目を飛ばします。こことここを飛ばした、ここ3つ目から長編み1つ飛ばして長編みで3つこれで編まれましたね。でまたもう1つ飛ばして長編みので 1,2,3,4 5つ目はすぐ隣にこの今編んだ長細編みの頭のすぐ隣の細編みに針を入れて長編みです。はい、これで5目ですね。 1,2,3,4 5目で最後は、最後というか、次はこの、今編んだ長編みのすぐ隣の細編みに針を入れて、ここに長編みを7つ編み入れます。はい、そしたら、ここからね、すぐ隣に長編み、そしてまたすぐ隣に長編み、これをね、繰り返して、1個飛ばして、長編みを5つとね、これをね繰り返してまたねこちらの端っこまで編んでいきます。ここですね、ここまで、ここね、ここのここから鎖編みがあって、これ隣ね長編みで、この鎖編みにこう細編みが入っているので、こちらねこの細編みまで編んで、ここまで編んだらまた鎖編み1つで立ち上がって細編みですね。長編みと細編みを繰り返してどのぐらい編むかと言いますと、ここですね、ここ今ねこっちに向けてこう編んでますね。ここの部分です、ここを編んでますね。で私の場合ですね、ここだいたい40センチで46段目指して編んでいきます。でね、今ねだいたいここを編んでますね。これが出来上がった試作のベストなんですけど、今ねここちょうどここから下に向かって編んでます。で最後はねこうやってこっちはひらひらになりますね。でね、まあ前から見るとこういう風なね、こんな形になります。これはねなんかねダイソーさんで買った樹脂のですね、多分樹脂のボタンです。まあこれをねこうやって留める感じでね、を作っています。ちょっとねベストなんですけど、まあここのね関係上ちょっとお袖ができたような感じで、ここもちょっとひらひらっとしててね、ちょっと虹色レインボー、こっちはねレインボーベストですねができますね。ちょっとねまあこの形考えること自体はそんな全然難しくなかったんですけど、
この模様編みもね、よくある模様編みだし、この形もね、よくある形なので、それをね、組み合わせただけなので、特に難しいことはないんですけど、何分ね、編む量が多いので、ちょっとね、遅れ気味ですね。ちょっとね、本当はね、年内もうあと2回ぐらい更新したいなと思ってたんですけど、クリスマスにも本当は更新したいなとか思ってたんですけど、まあ無理でした。無理だったんで、まあね、こちらね、年内に一つ、前後編に分けます。ね、一回じゃちょっと無理なんでね、長くもなりますし、はい。で、年内一回はね、最後の方に更新したいと思っていたので、前編を、更新させて、動画にさせてもらいます。はい。これね、編むのね、楽しいんで、まあちょっと、今これ2着目編んでるんで、ちょっと長編みにちょっとね、触傷気味なんですけど、長編みいいかなみたいなね。だけどほら、こうね、上はね、長編みでね、サクサク編みたいですよね。やっぱりね、長編みがいいなと思って、細編みで、こっちまちま編んでいくのもいいんですけど、まあ、間にね、細編み入るんで、少し気分転換にはなると思います。はい。でもね、後編では、こちらね、編んだ、編み終わった後ろ身ごろの下の方が編み終わった後と、あとこのねリブ編みのところですね、リブ編みと、そうですね、あとこの脇を閉じるところ、こんな風になってますね。脇はこれね、こうやってちょっとね、後ろの方がこうでちょっとね長めに作りましたね。まあ冒頭でも言いましたけど、お尻が隠れるように、この辺もサイズ調整すごい簡単なので、自分で好きなように伸ばして言ってくだされば、まあね、あとは糸の兼ね合いとかもあるでしょうけど、まあね、これ 100g ですね。 100g 3つでこちらね余りました。このぐらい余りましたね。これでね、ポケットつけてもいいんじゃないかなと思うんですよね。ここにこうちょっと余ったのでね、ちょっとちっちゃめのポケットをこうワンポイントでつけてもいいんじゃないかなって思います。はい。ではね、多分、これ、年内にアップできると思うんですけど、後編は多分、年明けになると思います。はい。ではね、皆様、素敵な編み物ライフをお過ごしください。最後までご視聴していただきまして、ありがとうございます。